スペクトのコストとか使えたら、それだけでも明日から世界変わってる。ちょっと数字面白いです。特にね、語源に最近こだわってる。そうですね、その楽しさをね、教えてあげてください。オブテイン、リテイン、コンテイン、サステイン、メインテイン、みんな。始まりました、無鉄人。さあ、今回はこちらのお二人をおいでいただきました。はい、ゆるく楽しく言語の話をするゆる言語学ラジオというコンテンツをやっております、堀本と申します。はい、僕は言語オタクとして言語の楽しさをずっと話してます、水野と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すごいですね、ゆる言語学ラジオ。すごいトーク系のこう、ね、ラジオ的にやってるチャンネルなんですが、もううなぎ登りで、はい、もう、はい、否定しない。おかげさまで、もう皆さんが宣伝してくれるおかげでございます。びっくりしました、言語学でこんな伸びるんだなと思って。普通におすすめに上がってきてみたんで、僕は。ありがとうございます。だからもう、だから我々が天才なんでしょう、ね、違う、お客さんのセンスがいいっていうだけなんです。あ、そうですね、センスいい人だったら、そんなこと言うと慶応の文在でって書かれちゃいます。僕ら学歴でね、叩かれるんですね。そうそう、すいません、学歴、恐ろしい世界。慶応の文在で生きて、すいません、はい、慶応の理工ですからね。はい、はい、理系をやってました。英語は簡単なんですね、入試。はい、プチ情報をね。はい、そしてこちらは名古屋大学ですから、はい、はい、そして学んでた専門が言語学。一応言語学やってたんですけど、はい、森哲先生はね、院でやられたっていうのを拝見しましたけど、はい、僕ただの学部の本当に勉強してない雑魚野郎。いや、ね、概論レベルの話しか知らないんです。名古屋大、今年英語難しくなりましたからね。プチ情報、さすがだわ、有志プチ情報。そんな感じなんですが、今ね、すごい登ってきて、言語学のなんかね、なんていうんですか、あの掛け合いは不思議な掛け合いですよね。森本さんがね、全然言語の素晴らしさ知らないんですよ、残念なこと。僕は何にもわからないから、それ面白いの本当に。いつも言う、そんな人類いると思いませんでした。多数派ですよ、絶対僕の方が。あ、それ敵回しちゃうか、これ。いや、みんな言語使ってんですよ、だって。そう、あの掛け合いがね、面白いんですよ。僕は何にも知らないし、否定派なんで、その話面白いの本当に。冒頭はね、毎回ね、今度上がるんですけど、助数詞、数の数え方の個とかの助数詞がめっちゃ面白いので、動画2回分、3回分撮れますね、これで、みたいなことを。めちゃめちゃ面白いですよ。日本語と韓国語と中国語でずれるやつとか、めちゃめちゃ面白いですよ。確かに、その話してないですね。いや、僕でもそれ最初聞いた瞬間、そんなもん6分しか持たんやろって思ったんですよ。絶対3本もいけないでしょって思ったんですけど、でも結果ね、4本撮りました。すごっ。熱弁しちゃう、2時間ぐらいね、ずっと喋りっぱで、最終的にね、新興宗教を信じた人みたいな。そう、助数詞面白いです。札感ずれるので、韓国語、中国語、あの紙の本ね。そうです、そうです、はいはいはい、いい中、ね、中国語だったら本とかもう数え方がずれるっていうので、めちゃくちゃ面白いって、テロップで面白くしておきます。ありがとうございます。ちなみに知らなかった俺は。この、ね、3つのずれがめちゃめちゃ面白いんです。僕は韓国語も中国語もすげえ、はい、すげえな。その言語のね、特にね、語源に最近こだわってるんですよね。そうですね、その楽しさをね、教えてあげてください、この慶応ボーイに。僕はね、何にも面白いと思ってないわけですね。語源って必要な時に調べるものであって、うん、面白いもんじゃないでしょ、別に。語源があるから生きられるってとこあるやん。そんなにですよね。それは言い過ぎだと思うな、絶対。なんか結構コスパ中なんで、多分スペクトのコスパとか伝えたら、それだけでも明日から世界変わっちゃう。そうですね、スペクトのコスパ、多分英単語の語源の中でかなり覚えるとコスパがいい語根がスペクト、見るっていうやつなんですよね、はいはいはい、それ覚えると例えばリスペクト、すげえやつだからに再び見ちゃうとか、はいはい、そうなるほど。あ、今価格入ってたからね。ギリ入ってますね、大丈夫とかね。スペクテイターとか、観客見てる人たちのスペクテイターとか、中を見ればインスペクトですね。ああ、なるほど、パースペクティブとか。そうです、今俺が言おうと思ってた。わー、やった。今こうやってやろうとしてた。通じてる、知ってるな、さすが。一応ね、英語できるんで。お、そうなんですね。昔はね、このメガネもスペクタクルって言いました。ああ、そうですね、スペクタクル。え、メガネってスペクタクルって言ったんですか。昔、今はそんな使わない。一大スペクタクルですよ、スペクタクル。え、そうなんだ。同じ単語ですね。そうで、あとなんか今僕、武士の辞典を頭から読んでるんですけど、そうすると頭から辞典を読む、さすが。辞典を頭から読むの趣味なんですけど、漢字だとやっぱりその目辺字ってそんなに多くなくて、英語と日本語で結構発想がそこ違うなっていう、その目を元に単語を組み立てるか、その目を元にあんま作らないかみたいなのって結構違うなと思って、その語源やった後に武士の辞典読むと結構取れ高多いなと思いました。比較文化論みたいなことがね。まあね、ちょっとそれ言うと多分言語学の人とか怒られる。あ、そうだな、下手なこと。面白いってことだけ言ってきます。わかりました。え、目ってどんな単語があります？腸管図の管とか、多分見るとかも目からできてるはずなんで、ね、右側に見るが来る感じ。例えば観覧とかの管とかも、まあ、目の仲間っちゃ仲間にはなると思うんですけど、目がこう左側に
に来てっていう単語、うん、漢字ってあんまない気がしますね。僕は漢字は弱いですから。ああ苦手分野があるんですね。森哲先生、僕日本語の方が弱いです。ちょっと面白さで唸らせてやっちゃってくださいよ、このハンティントンビーチに。可愛さをアピールしてきちゃいました。ビューとかもね、そうですよね。ビューとか、あ、ビュー、はい、見るのね。ビュー、眺めとか、うん、あのだからビデオとかもそうなんですよ。そこで今撮ってるビデオとかも見るから来てるし、あとはビジョンに行けばいっぱいありますよ。あ、そうかそうか。インビジブルとか、インビジブル見えないとか、インビジブルマン、透明人間ですよ。因果否定とか、ね、あとはビジット、意外と。あ、そうか、ビジットもそうですね。あの訪れる、そう、はい、あれ見るから来てるんですか。あれ見に行くって意味ですか。へえ。でも結局だから移動の時に古文でもまみるって言ってたわけで、その目視覚とその会いに行くことって、日本語も英語も語源たどると同じ単語として捉えてたっぽいなと思って。意外って思ってるかもしれないですけど、イットは行くですかね、うん、あーそうかそうか、そうですね。あ、そうなんですか。ビジットのイットの部分って行くっていうのは、エグゼット、外に行くだから。そうです、ね、へえ。だから見に行くなんですよね、ビジットは。もうまんま、そのまんま。だからそれをみんな訪れると訳してるんですけど、まああれは他動詞ですよっていうのを言いたくて昔の人が訳したんだろうなと。あーなるほどね。あれって訪問する、訪れるっていうと、うん、お、どこどこを訪れる、うん、どこどこを訪問するだから、うん、お、ほら他動詞だよって言いたくてやったんだしょうけど、やったんだしょうけど、だしょうけど、覚える子たちみんなを取っ払って覚えるんで意味なかった。うん、訪れる、訪問するだけで覚えてるから結局ややこしいままだった。確かに、ね、見に行くっていう語源を抑えて覚えればめちゃめちゃ味わい深いですよね。なんとか、お、簡単に覚えられるみたいな。そういう、うん、日本語と英語で語源一緒やんみたいなやつめちゃくちゃありますよね。うん、それたくさんありますよ。それがテンション上がりポイントなんですか、語源好きにとっては。うん、そうですよね。でもテンションは和製語ですからね。あ、そうなんですか。え、緊張。テントですよね、緊張。そうそうそう、テント張るですね。そうだからあのアウトドアのテントとテンションの語源的には一緒なんですよね。ピンと張るのがそうだから、今言ってたのに。気持ちがそっちにピンと張るのがインテンド、意図するだし、あとかテンドの傾向があるとかもそうだし、はい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 、そっちがアテンドとかね。あ、そうですね。だ、注意を向けるアテンションですよね。あとはアですね、まあ、フランス語とかラテン語の英語のトゥに当たるものですね。うんうんうん、そっち側に、側に伸ばす。どっか行くときアテンドするときってこう引っ張られる感じなんですか。どういうこと。あ、テンションが、ね、テンションがかかってる。あ、お世話をする方のアテンドね。うん、あ、そう、世話をする、うん、アテンダントっていうのはお世話をする人、うんうん、ね、フランス語に行くとなぜか待つになるんですけどね、アテンド。あ、そうなんです。そうなんです。情報多いな。さっきからね、もう処理が追いついてないんです。僕2つ前ぐらいの話題に食いついちゃうんですよ、さっきから。語源オタクが太り集うと地獄みたいな情報になる。厳しいです。ややこしいんですよね。でもだからアテンションとアテンダンスとアテンダントとアテンディーがあるんで。なるほど。これの4つの名詞がね、意味がちょっと別が、それぞれちょっと違うね。はい、わかりました。飽きやがったな。ちょっとアテンド長いなと思っちゃう。Please pay attention to us。 聞いておいてください。もう昨日も教えましたから、僕アテンド、そう、ペイアテンションだけじゃなくてちゃんとアトラクトアテンションも知らなきゃいけないよとか、ドローアテンションもね、注意を引くも知らないと、ドローね、深いですね。引くとかね、ドラフト書くとかね、あ、その線を引くから書くとか、ね、アトラクトラクトは引くですよ。あ、そうですね、とか、うん、アブストラクトとか、そう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 。情報量多いな。俺らしか分かんない会話をしてます。こんなに情報量多いこと初めてです。知ってる単語しか言ってないのに。アブスは離れるですよ。そうですね、離れてね、どれから躊躇するですよね。テインは持つなんですが、アブステインは控えるなんです。あ、はいはい、もうどうでもいいですか。帰っていいですか。オブテイン、オブテイン、アイテイン、コンテイン、サステイン、メインテイン、みんなやべ、編集大変だよ。すごいですよ、テロップの量。やばいな。もうこれも明日出したいのにな。無理でしょ。そういう風にね、そう、語源やっててすごい楽しい。うん、うん、どうですか、語源の魅力分かりました。そうですね、ちょっとトラウマになりつつありますけど。でもまあまあ、何が楽しいのかは分かりますね。うん、こうやって掛け合いする語源マニア、明日から。そうですね。え、だから理系で何勉強してたんですか。コンピュータサイエンスやってましたね。おー、コンピュータサイエンスで。具体的には、具体的には説明難しいな。まあなんか人工知能とかロボットとかっぽいことをやってましたね。じゃあ言語必要じゃないですか。だいぶ雑なまとめ方ですけど、プログラミングも言語ですから。そうですね、そうですね、という感じですね。ぜひ、まあこれでもうファンたちいっぱい出ましたよ、獲得しましたよ、もう。本当かな。これも見る気ないって今みんななったと思うんで、うん、ぜひですね、はい、概要欄に貼ってあるので、はい、行ってみてください。ゆる言語学ラジオやってます。よろしくお願いします。森哲さんのね、特能の語源好きリスナーたちには多分刺さるはずなので、うん、Please visit their channel、 行ってみてください。お願いします、はい、お願いします。ぜひ見てください。はい、ありがとうございました。 Thank you for watching。